がに疲れてきたんで、もう締めに。他には見ててもあまり面白みに欠けるね。そう。まあ、ラジオだと思って。ずっと見ちゃうけどな、俺。ジャージーデビルの大冒険の動画でも見るか？それは、もう、あらかじめ、こちらに用意したものが。もうすぐ10万いくから。できる男やな。10万いくから。あー、カードキャプターさくら、シーンさっきやってねえな。今日やってねえな。やろう。違うんだよ。あのね、俺が危惧してるのが一個あって、これを見て、あ、なんだ、DJ Max って、この程度のゲームなんだって、なりそうじゃん。リスペクトもっと面白いから。多分見てても楽しい。値段に見合ってない金額だと思うの。トリロジーは違う。今プレミアついてるからだよ。リスペクトは多分限定版でも7000円とか8000円とかだから、定価も6000円くらいでしょ。あ、ちょっと大丈夫か。ビートマニアのパソコン版でいっぱいあった。40年以上前の話だけど。あ、俺今何をした？わかんない。俺が今何を押したのかわからない。なんか全然違うボタンを押した気がする今。いや、これ違う。ビートマニアよりも面白いんだって。いくらフリーのビートマニアのやつが面白くても、 DJ Max はビートマニアよりも面白いから。やらないから同じに見えるんこ。まあ同じなんだけど、目的が違うんだよな、ビートマニアは。ビートマニアはなんか、なんだろう、うわーっつっていっぱい降ってきてなんとかするっていうゲームじゃん。これ違うんですよ。誰でもの方がまだわかるんか。これは演奏するゲームだから、まあ、作曲と言い換えてもいい。あれはじゃあビートマニアは譜面に演奏されるみたいな、なんだろうな、自分が譜面にしてやられたという感じだけど、こっちはもう譜面を操る、そういうプレイ感が楽しめるんですよ。まあ、俺には関係ないぞ。関係ないぞ。それが、違うの。見てて伝わるのがリスペクトで、見てて伝わんないのがトリロジーなんだって。だから俺は早くリスペクトをみんなに伝えたい。キーボードマニアとかもあるやん。キーボードマニアは、あるけどないだろう。あれは別にないだろう。今持ってるけどさ、キーボードマニアよりも簡単なんだこのゲーム。キーボードマニア以上の体験がキーボードマニアより簡単にできるからこんなに人気なんじゃないですか。だから今晩ノスタルジア、今晩ノスタルジア、ノスタルジアはゴミですね。ちょうどいい難易度のがないな。キーボードマニアはその曲できるけど難しすぎるっていうのが難点じゃないですか。それも見事にこのゲーム解消してるんです
それが伝わらないんだよな。リスペクトのリスペクトが DJ マックスレイでやったら多分なるほど納得なんだけどな。さあ8万ですよ。もうBS みたいにフィーバー7倍までいけばな。よく解禁してるじゃない。うん、でもさっきなんかウィキと違うタイミングで曲が解禁されてたから、もしかしたらアップデで10万で曲が出るかもしれない。今時トリロジーやってる人誰もいないから、誰も気づいてないだけで、もしかしたらリスペクトからの先行収録があるかもしれない。アップデで。一番の難点は壊れやすいんだよな、このゲーム。物理的に壊れたらもう一個買わなきゃいけないっていう。それで高騰してるんだよな。多分 DJ Max ファンはこのゲームやりすぎてもう USB ぶっ壊れて遊べなくなってるんじゃないか。購入から一度も USB を挿してないんですね。そんなこともあろうかと。いやー、壊れないから安心だわ。これなんで切ってるんだ。変なプレイしたらさては。今のフィーバーうまい。新作はオートフィーバーとマニュアルであまり違いはないみたいですね。それなぁ、下手。やっぱこのフィーバーを入れるのもまた技術じゃん。やべ、ミスった。だったら装備もありにしてほしかったよな。みんなそしたらオートつけるじゃん。
よし。危ない危ない。もうやる曲がない。ハムシンとか絶対やばいもんこれ。絶対やばいもん。5キーはちょっと怖いしな。ゲームで一番好きな5曲のうちの 何曲かに入るわ。めっちゃ好きだもんこの曲。まだエターナルメモリーやってねえな。やんなきゃ。そしたらもうスーパーラブリーもやろう。てかトリロジーのスーパーラブリーが極端に難しいんだよ。他のハードだとそんな判定厳しくないけど、トリロジーのスーパーラブリーめっちゃ判定厳しいからな。スーパーラブリーでがっつり稼いで、押し間違えたボタンを。Pはスペースなのに薬指を押しちゃった。ペッてやった。さすがにノーマルは簡単だな。
った。4800コンボ。これは大儲けだ。エターナルメモリー。お、12位あるじゃん。言ってくれればいいのに。絶対やばい。でも遅いから判定は。優しい。下手。マジこの曲一番好き、 DJ MAX で。最高。ん？今の下手じゃなかった？やばい今の。あぶねー。お、98000。いやー、じゃあ次がラスト曲だな。最後に選ばれたのはもちろん風にお願いなんですね。こっちはゴミ、ゴミにお願い。こっち神にお願い。2007足りるよな。足りるね。よし、10万フォントがちっちゃくなった。これ以上桁が増えても大丈夫なようにフォントがちっちゃくなったんだが、
いやー疲れた。パチ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 。これで、まあ、ちなみに何が出たんだ？装備。なんかいろいろ出たけど。なんか強いの出た。ノートの進化版がある。なんか買っちゃおう。お金いっぱいあるし俺。いっぱいあるからな。なんか止まるね。なんで止まるんだろう。最強のがついたら最強なんだかな。オートとテクは重複しないな。まあいいや。てかオートこんないらなくない？思ったけど、いやまあ、まあ猫好きだしな。オート今いくつついてんだよ。 3?3 足す2で5か。5ついてんのか。そんなにそもそも見せることないだろって考えると、でも猫だからな。様でした。で、何ですか？動画ですか？一方その頃、ジャージデビリは、ね、これめっちゃ面白そう。あ、髪毛か？クラッシュバンディクじゃん。面白いでこれ。ドーン。絶対おもろいやん。オープンワールドなのこのゲーム。すげえ。おすすめしてもみんなスルーするんだよね。プレステ1だからかもしれんけど。スチームで売ってないんですかつって。お、飛んだ。スパイロかな。しょぼん知らんがな。オープンワールドじゃないですか。こんな広いフィールドを自由に走り回るなんて。すげえ、インターレースがすごいんだけど。すさまじいインターレースなんだけど。
俺の放送のせいじゃないよ、元の動画がすごいんですよ。へえ、ちょっとなんか偶然手に入ったらやるわ。どうしようかな、トリロジー。この辺とか絶対無理だしな。通貨屋で在庫ないけど100円買い取りとかマジかよって思うレベルで安いな、安いな、安いな。あれですかね、レトロなものにはそれだけで価値あるって思ってるのは俺たちだけだ。売り値400円くらいかな。マイナーなものにはそれだけで価値があるって思ってるのは俺たちだけだ。俺たちだけか、わら。うん。まあ、面白いってなるとまた話は別ではあるけど。ここやばいな。これ、これやばいな。と言っても過言ではないと思うで、それ。でもまああれやるんだったら僕スパスパやりたいですね。スパスパやりてえ。50% から 70%。 ゴミみたいなミッションあるな。それスパイロ？スパスパご存知ない？あのスパイロ&スパークス。スパイロ何個か出てるからな。スパイロ&スパークスをご存じない。何個かって言うけど、そんなに出てねえよ。3個くらいや。スパスパって訳すのがまずわかんねえよ。いやいやいや、スパスパでしょ、スパイロ&。持ってないな、さては。スパイル&スペークスパークス、とんでもツアーズで、なんか普通に画像、ほら少なくとも2個ハモってるんだよな。あれ、またお会いいたしましょう。ほら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 、スパスパって書いてあるじゃん。持ってないな。さてはエアプだな。違和感がバレましたね。いや持ってるよ。なぜ2個持ってんの。レーシングをカウントするんじゃない。お疲れ様でした。トリロジーはしばらく休憩かな。あ、G は隠し曲出したの。やってない。出しただけで満足してやってねえよ。今度やります。お疲れ様でした。スパイロザ・ドラゴンとスパイロとんでもツアーで2個ってことだよ。あ、そう。そしたら俺だってそうだよ、持ってるよ。あと1個出てるソフトってあれしかないじゃん、 GBA の。アドバンスな。うん、お疲れ様でした。アドバンスのはないわ。今日は終わり。疲れた。